皆さんこんにちは千葉工業大学の藤井健二ですこれから建築の数理基礎数学基礎編2としてベクトルと三角関数についてお話ししますここでは大学の建築系学科に入学して間もない方を対象として建築分野で必須となる数学物理の基礎について解説しますここでは数学基礎編2としてベクトルと三角関数について説明します はじめにベクトルの定義並びに今後よく用いる二次元の平面ベクトルの大きさや各成分について説明しますこの中で三角比の拡張が必要になるのでこれの三角関数への拡張について説明します次にベクトルの演算としてベクトルの加法・減法実数とベクトルの積、ベクトルの一時結合について説明します ここで平面ベクトルを使って三角関数の可方定理を導きます加えてベクトルの内積について説明します最後に例題としてベクトルの使い方を説明します建築分野でベクトルを多用するものの一つは力学ですそこで力学の例題でベクトルについての理解を深めてくださいそれではベクトルの説明から始めます ベクトルというのは大きさと方向を持つ量です。図で表すとこのようになります。線分 OA の下端を O、終端を A とします。ベクトルの向きはこのように終端側に矢印をつけて表します。ここでは説明上、下端に丸をつけていますが、通常はつけないことがほとんどです。この線分 OA の長さが大きさを表します。 印刷物ではベクトルはよくボールドと呼ばれる太字で表しますこのほか文字の上に矢印をつけてベクトルであることを表すことも多いですここで0ベクトルも定義しておきますこの0ベクトルは大きさが0のベクトルですここでは下端と終端が同じ点 P になっているものが0ベクトルになります ベクトルという概念は物理学なので非常に多用されます。ベクトルで表される物理量としては、速度、加速度、力などがあります。次に平面ベクトルについて説明します。ここでは二次元、いわゆる平面を対象に考えます。こちらのように XY 平面上に A というベクトルがある状態を考えます。ベクトル A の大きさはこのように絶対値の記号を使って表します。 大きさは線分 OA の長さですので、このようにピタゴラスの定理から計算されます。ここでベクトルの成分を定義しておきます。ベクトル A の X 成分はベクトル A を X 軸上に投影したものとして定義されます。つまり線分 OA が X 軸となす角度、すなわちベクトル A が X 軸となす角度を α とするとき、 ベクトル A の X 成分 AX はベクトル A の大きさに cosα をかけたものとなります。同様にベクトル A の Y 成分はベクトル A を Y 軸上に投影したものとして定義されます。したがってこれを AY とするとベクトル A の大きさに sinα をかけたものとなります。この定義は重要ですのでよく覚えておいてください。 先のように平面ベクトルの各成分をサインコサインを使って定義しましたが、ここで問題が生じます。角度 α が90度より大きいときの三角比はどうしましょうか。先の数学基礎1では三角比を直角三角形を使って定義しました。しかし、例えば一つの角の大きさが120度の直角三角形はありません。このままでは120度や135度といったときのサインコサインは計算できません。 そこで円を使って三角比を拡張します言い換えれば円を使って三角比を定義し直すということを行いますこちらに示している半径が R の円を使って説明します点 A の座標を XY としこれは円周上にあるものとしますこの円を使って cosα は X÷R として定義します 同様に sinα は y÷r として定義しますこれが三角比の拡張です特に円を使って定義した sin cos のことを三角関数と呼びますなおタンジェントについてはここでは省きますがタンジェント α は sinα÷cosα で計算できますここで角度 α による sin cos の変化を見てみます はじめに角度 α が0度から90度までの範囲ですがここではコサイン α もサイン α も正の値となりますここでは直角三角形による三角比の定義と同じです次に角度 α が90度から180度までの範囲について見てみますここでは x が負になるのでコサイン α の値は負になります 一方、サイン α の値は正となります。次に、角度 α が180度から270度までの範囲についてみます。ここでは、x と y の値がどちらも負となるので、コサイン α、サイン α とも負の値となります。さらに、角度 α が270度から360度までの範囲についてみます。 ここでは x の値が正となるので、コサイン α の値は正となります。一方、サイン α の値は負となります。以上をまとめるとこのようになります。加えて、角度 α が負の値の時の扱いについても説明しておきます。これも円を使って対応することにします。 ここでマイナスアルファは各アルファと逆向きに定義しますすなわち各アルファを反時計回りとするとマイナスアルファは時計回りとなります点 A に対して各アルファを逆向きに取った点を点 A' とします点 A' の x 座標は点 A と等しく x y 座標は点 A とは符号が逆となりマイナス y となります これより cos-α の値は cosα と等しくなります。一方 sin-α の値はの sinα と等しくなります。次にベクトルの演算について説明します。はじめにベクトルの加法、減法について説明します。ベクトル A と B の和 A プラス B を考えます。 これはベクトル A の終端にベクトル B の下端が来るようベクトル B を移動させることで得られます。そうするとベクトル A と B 並びに和 A プラス B の関係はこのような平行四辺形で表されます。ベクトル A と B がそれぞれ平行四辺形の一辺和 A プラス B は赤い矢印で示す平行四辺形の対角線に対応します。 次にベクトル A と B の差、A、A-B を考えます。これはベクトル A の終端にベクトル -B の下端を移動させることで得られます。そうするとマイナス、えっと、差 A-B はこちらの平行四辺形における赤い矢印の一辺に対応します。ここでベクトル -B のことを B の逆ベクトルと呼びます。逆ベクトルとは、 元のベクトルと大きさが等しく方向が逆方向のベクトルです。ここで平面ベクトル A と B の和 A プラス B について考えます図のようにベクトル A の成分を AX と AY ベクトル B の成分を BX と BY でそれぞれ表します和 A プラス B の各成分はベクトル AB の各々の成分の和となります。同様に ベクトル A と B の差 A-B について考えます差 A-B の各成分はベクトル A、B の各々の成分の差となりますこのようにベクトルの加法、減法は各々の成分の加法、減法となりますここで可法の基本法則について整理しておきます任意のベクトル A、B、C について以下の基本法則が成り立ちます 一つ目は交換法則です。ベクトル A とベクトル B の和は順番を変えても変わりません。これはこちらのようにベクトル A の終端にベクトル B の下を持ってきても、あるいはベクトル B の終端にベクトル A の下を持ってきても、和 A プラス B は変わらないということです。二つ目は結合法則です。これは3つのベクトル A、B、C を順番に足したものは、 ベクトル A にベクトル B と C の和を求めたものを加えたものに等しいということです。次は例ベクトルの性質です。ベクトル A に例ベクトルを加えたものは、例ベクトルにベクトル A を加えたものに等しく、ベクトル A になります。最後に逆ベクトルの性質です。ベクトル A に逆ベクトルマイナス A を加えたもの。 並びに逆ベクトルマイナス -a にベクトルを加えたものは、ともに0ベクトルとなります。次に実数とベクトルの積について説明します。ベクトル a と実数 k に対してベクトル k a は、k の値が正のとき、ベクトル a と同じ向きで、その大きさはベクトル a の k 倍のベクトルとなります。 一方 k の値が負の時ベクトル a と逆向きでその大きさはベクトル a の大きさの k の絶対値倍のベクトルとなります。最後に k の値が0の時0ベクトルとなります。これら実数とベクトルの積は実数と各々の成分の積を計算することで求まります。ここで、 実数とベクトルの積の基本法則について整理しておきます任意のベクトル AB と実数 KL について以下の基本法則が成り立ちます一つ目は結合法則です積 KL にベクトル A をかけたものは K に L 倍のベクトル A をかけたものに等しくベクトル A に実数 KL をかけたものと等しくなります二つ目は分配法則です ベクトル A に実数 K と L の和をかけたものはベクトル A の K 倍とベクトル A の L 倍を加えたものと等しくなります。三つ目も分配法則です。ベクトル A と B の B の和に実数 K をかけたものはベクトル A の K 倍とベクトル B の K 倍を加えたものに等しくなります。四つ目は0または0ベクトルに対する積です。 ベクトル A に0をかけたものは0ベクトルになります。加えて0ベクトルを係倍したものも0ベクトルです。最後に5つ目は1または -1 に対する積です。ベクトル A の1倍は元のベクトル A と等しくなります。加えてベクトル A の -1 倍はマイナス A、すなわち元のベクトルの逆ベクトルとなります。 ここでベクトルの一時結合について説明します。ここではベクトル A を大きさが1のベクトル ExEy を使って表すということを考えましょう。こちらがベクトル ExEy とベクトル A の関係です。式でベクトルを書くとき、このような縦に数字の並んだ行ベクトルをよく使います。このとき、 ベクトル A は単位ベクトル Ex の Ax 倍と単位ベクトル Ey の Ay 倍を加えたものに等しくなります。このような表現で書けるとき、ベクトル A はベクトル Ex、Ey の一時結合で表せることになります。図で書くとこのようになります。ベクトル A を x 方向の単位ベクトル Ex の Ax 倍と Y 方向の単位ベクトル EY の AY 倍の和で表すことができますそれではベクトルの演算を使って三角関数の可方定理を導いてみましょうここでは図のような3つのベクトル A、B、C を使いますここでベクトル A と B は互いに垂直でベクトル C はベクトル A、B の和になっているとします ベクトル A が X 軸とナス角を α ベクトル C が X 軸とナス角を α プラス β とします。これから三角関数の方定理を導きます。はじめにベクトル C が X 軸とナス角が α プラス β であることからベクトル C の成分 CxCy を表します。 ベクトル C の成分 CxCy は定義をそのまま使ってこのように表せます。Cx はベクトル C の大きさに各 α プラス β のコサインをかけたもの。Cy はベクトル C の大きさに各 α プラス β のサインをかけたものとなります。一方、ベクトル C はベクトル A と B の和であったので、ベクトル C の成分 CxCy は ベクトル A の成分 AXAY 並びにベクトル B の成分 BXBY を使って表されます。具体的には CX イコール AX タス BX、CY イコール AY タス BY となります。そうすると先ほどの式からこちらの式1が得られます。これの一つ目はベクトル C の大きさに各 α プラス β のコサインをかけたものは ベクトル AB の x 成分を足し合わせたものに等しい一方の2つ目はベクトル C の大きさに角 α プラス β のサインをかけたものはベクトル AB の y 成分を足し合わせたものに等しいというものです。ここでベクトル AB の各成分について見ていきます。まずベクトル A については、 X 成分 AX はベクトル A の大きさに各 α のコサインをかけたもの Y 成分 AY はベクトル A の大きさに各 α のサインをかけたものとなりますこれを式2とします次にベクトル B については X 成分 BX はベクトル B の大きさに各 α のサインをかけたもののマイナス -1 倍 Y 成分 BY はベクトル B の大きさに各 α のコサインをかけたものとなりますこれを式3としますここで X 成分 BX のところにマイナスが出てくるところに注意してください一方ベクトル C はベクトル A と B の和でありかつベクトル A と B は互いに垂直でした これからベクトル C の大きさはベクトル A の大きさの2乗にベクトル B の大きさの2乗を加えたものの平方根となります。加えてベクトル C とベクトル A のナス角が β であるので c o s タの値はベクトル A の大きさをベクトル C の大きさで割ったもの s i n タの値はベクトル B の大きさをベクトル C で割ったものとなります。従ってベクトル A の大きさ はベクトル C の大きさにコサインベータをかけたものベクトル B の大きさはベクトル C の大きさにサインベータをかけたものと表すことができますこれを式4としますここまでの結果をまとめるとこれらの式1から4が得られたことになりますこれらを整理して可方定理を導きます まず式2と3を式1に代入します。そうすると式5が得られます。1つ目はベクトル C の大きさに角 α プラス β の cos をかけたものはベクトル A の大きさかける cosα マイナスベクトル B の大きさかける sinα に等しい。2つ目はベクトル C の大きさに角 α プラス β の sin をかけたものはベクトル A の大きさかける sinα に等しい。 プラスベクトル b の大きさかける cos アルファに等しいというものです。さらに式5に式4を代入してベクトル ab を消去します。そうするとこちらの式が得られます。この式で残っているのはベクトル c の大きさのみです。ここでベクトル c は0ベクトルではないので、大きさは0ではありません。そこで。 両辺をベクトル c の大きさで割って、こちらの式が得られます。1つ目は各、各 a アルファプラスベータのコサインは cos、コサインアルかけるコサインベータマイナスサイン α ルかけるサインベータに等しい。2つ目は各、各アルファプラスベータのサインは sin、サイン α ルかけるコサインベータプラスコサインアルかけるサインベータに等しいというものです。 これが三角関数の過方定理です。皆さんの中には、このひとまずこの式を丸暗記して試験を乗り切ったという経験のある方も少なくないと思います。今後はぜひこれの導き方から説明できるようになってほしいと思います。導き方は一通りではありません。いろいろ考えるなり調べるなりしてください。次にベクトルの内積について説明します。 ベクトルの内積の定義式はこのようになります。ベクトル A とベクトル B の内積は A と B の間に小さいドットと呼ばれる点を入れて表します。ベクトル A と B の内積はベクトル A と B の各々の大きさに2つのベクトルをなす角 θ のコサインをかけたものと定義されます。 ただしベクトル A または B が0ベクトルの場合2つのベクトルのナス角 θ が定義できないのでこの時にはベクトル A と B の内積を0と定義します。これがベクトルの内積の定義ですのでまずはこれを覚えてください。ここでベクトル AB のナス角 θ が90度の場合を考えます。この場合コサインは0となるため ベクトル A と B の内積は0となりますしたがってベクトル A B がどちらも0ベクトルでない場合ベクトル A と B の内積が0になるとベクトル A B は互いに垂直となりますこれは逆も成り立ちますこの状態のことをベクトル A と B は直交するという言い方もします 内積について基本法則を整理しておきます任意のベクトル A、B、C と実数 K について以下の基本法則が成り立ちます一つ目は交換法則です、A、ベクトル A と B の内積はベクトル B と A の内積に等しくなりますすなわち内積は掛け算の順番を入れ替えても変わりません二つ目は分配法則です ベクトル A とベクトル B、C の内積は A と B の内積に A と C の内積を加えたものと等しくなります。同様にベクトル A、B の和とベクトル C の内積は A と C の内積に B と C の内積を加えたものに等しくなります。要は、カッコを外すことができるということです。こちらも分配法則です。ベクトル A の K 倍と ベクトル B の内積は A とベクトル B の K 倍の内積と等しく K にベクトル AB の内積をかけたものに等しくなります。なおベクトル AB の内積と各々のベクトルの大きさが分かっていればこれから cosθ を計算することができます。すなわちベクトル AB が共に0ベクトルでないとき ベクトル AB の作る角 θ ーーの予言すなわち cosθ ーーはベクトル AB の内積をベクトル AB の各々の大きさで割ることで求まります。ここで空間ベクトルの内積を考えることにします。図のように xy 平面上にベクトル AB があり両者のナス角を θ ーーとします。 ベクトル A、B が X 軸となす角をそれぞれ α、β とします。この時、内積をベクトル A、B の成分で表すことを考えます。まず、内積の定義式に沿って計算します。ベクトル A、B の内積はこちらのように定義式通りです。ここで各シーター、角 θ は β-α ですので、それに 方定理を適用するとこのようになりますここで cos-α イ,イコール cosαsin-α イ,イ,イコール -sinα の関係を使っています一方で cosα はベクトルの x 成分 ax を a で割ったもの sinα はベクトル a の y 成分 ay を a の大きさで割ったものとなります同様に cosβ はベクトル b の X 成分 B x を B の大きさで割ったもの sinβ はベクトル B の Y 成分 B y を B の大きさで割ったものとなります。これよりベクトル AB の内積はこのように書き改められます。整理すると平面ベクトルの内積の成分表現が非常に簡潔に表されます。 この式で明らかなように、ベクトル A、B の内積は各々の成分同士を掛け合わせて、その和を取れば得られることになります。それでは例題に移ります。例題1では力の合力を求めるものです。力の合力はベクトルの加法により計算できます。ここでは、こちらの 1から f1 から f3 の合力を求めることにします。具体的には、合力の xy 成分と合力の大きさを求めることにします。ここでは1メモリは1キロニュートンとします。回答ですが、図より合力 f の各成分は以下のように得られます。まず x 成分ですが、求めるものを fx とすると、 力 F1 から F3 の X 成分の和として得られます図より力 F1 の X 成分 F1x はプラス 5kN トン、力 F2 の X 成分 F2x はマイナス 1kN トン、力 F3 の X 成分 F3x はマイナス 6kN であるのでこれより Fx は5プラスマイナス1 足すマイナス6イコールマイナス2キロニュートンと求まります。次に Y 成分ですが求めるものを FY とすると X 成分と同様に力 F1 から F3 の Y 成分の和として得られます。図より力 F1 の Y 成分 F1Y はプラス2キロニュートン。力 F2 の Y 成分 F2Y はプラス5キロニュートン。力 F3 の Y 成分 F3Y はプラス 1kN であるのでこれより FY は 2+5+1=8kN と求まります。最後に合力の大きさですがこれはピタゴラスの定理から計算できます。合力の F の x 成分がス2 k n y 成分が 8kN であるのでス2の2乗に 8の2乗を加え、これの平方根を取って8.246キロニュートンと計算されます。合力を図で表したものを示します。赤色のベクトルが合力 f となります。図でも力 f が左に2。目盛り上に8。目盛り進む。ベクトル言い換えれば力 f の。 X 成分は −2kN 成分は +8kN になっていることを確認してください例題2では重量が 20kN の物体をロープ AB で高さ 1m 引き上げた状態を考えます。ロープ A が延直方向とナス角の大きさはロープ B が延直方向とナス角の大きさと等しく共にシーに θ とします。この場合 ロープ A の張力 TA はロープ B の張力 TB と等しくなります。まずロープ A の張力 TA を計算してみます。回答ですが、ロープ A、B の張力の延長成分の和が物体の重量 20kN キロに等しくなると考えます。詳しくは物理基礎編3の力の釣り合いで改めて説明します。これよりロープ A、B の張力が共に等しいので、 ロープ A の張力 TA にコサインシーターをかけたものの2倍が2 0トンに等しいという式が得られますこれより張力 TA はこのように得られますこのように各シーターが90度に近づくと張力 TA は大きくなることがわかります次にロープ A の張力 TA が物体に出す仕事 WA を求めます 力学において仕事 W の定義は力をベクトル F、これによって生じた変位をベクトル d で表すとベクトル Fd の内積として定義されます。これより仕事 Wa を計算します。ロープ a の張力 Ta は先ほどの例題より10キロニュートン ×cosθ、変位は1 m ート ロープ A が変位方向となす角は θ ーーであるので計算すると 10kN と得られます。ここでロープ A の張力が物体になす仕事 WA はロープの角度 θ ーーによらず一定であることに注目してください。先ほどの例題で見たようにロープの張力 TA は θ ーーが90度に近づくと大きくなるので θ ーーを 大きくすると張力 TA が大きくなるだけで、仕事 WA に関しては何のメリットもないことになります。以上、ここでは数学基礎編2としてベクトルと三角関数について説明しました。最初にベクトルの定義と平面ベクトルについて説明しました。ここでは平面ベクトルの大きさ並びに各方向の成分の定義をしました。 加えてこれを計算するために三角比の三角関数への拡張を行いました次にベクトルの演算について説明しましたここではベクトル同士の加法減法並びに実数とベクトルの積について説明しました次いでベクトルの演算から三角関数の加法定理を導きました最後にベクトルの内積について説明しました ベクトルの内積は例題でも説明したように力学での仕事の概念で使います。以上で終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。